今回は、安保関連3文書見直しで見えた、F3 戦闘機開発と無人機開発を詳しく考察していきますね。無人機開発に、1000億円の予算だったので、10倍の予算化、時代は無人機へと変化しています。すべてが無人機へ、日本は遅れていますし、ようやく本気になったんですね。2022年12月16日に、現在の日本の岸田内閣は、一般的に安保関連3文書と言われる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を閣議決定し、これまでにない規模での防衛費の増額をこれらに基づいて行うことを確定させた。これにより、今年度の2023年度から、5年間総額での防衛費は、およそ43兆円規模となることが、正式に決定され、従来の計画のであった、総額のおよそ17兆1700億円からすれば、実に 2.5 倍に相当する、大幅な増額が推進されることを意味している。こうした方向性は、すでに、現岸田内閣の政策であるいわゆる、骨太の方針として、これまでも打ち出されていたものではあるが、日本を取り巻く安全保障環境の悪化を懸念する姿勢を、現実の対応として、具体化させたものだと言えるだろう。昨年2022年に正起した、ロシア・ウクライナ戦争によって、ロシアの脅威が再認識されるとともに、北朝鮮による過去最多の各種のミサイルの発射や、中国による南西諸島方面への軍事的圧力の増加など、その根拠には事欠かない。例によって、一部の政党やマスメディアでは、日本のこうした防衛費の増額の動きに対して、これまでと変わらぬ批判の声が溢れているが、残念ながら、今の日本が置かれた立場は、かつての冷戦時期よりも、確実に厳しいものになっていると言わざるを得ない。旧ソ連を、最大の仮想敵国として想定していた、冷戦時期の日本は、その海軍の核兵器、SLBM を搭載した、戦略型原子力潜水艦が、太平洋に進出できないようにすることや、北海道への上陸を警戒した、防衛体制の構築を行っていた。しかし、年を追うごとに、北海道への旧ソ連軍の上陸侵攻という、シナリオが正起する可能性は薄れ、1991年に、同国が自然崩壊を迎えたことで、その脅威はほとんどなくなり、後継国家のロシアも、その能力をほぼ失っている。また、最近は、各種のミサイルの発射を繰り返して、昨年は、富に、その数を増大させていた北朝鮮も、日本に上陸する部隊を送れるような能力は、持ち合わせておらず、そもそも、ミサイルを実際に撃ち込むメリットも、ほとんどない。ただし、それら、ロシアや北朝鮮とは異なり、中国だけは、台湾有事を除いても、尖閣諸島周辺等への日本の領海への侵入を常態化させており、海軍艦艇の増強や日本を射程距離内に収める中、長距離弾道弾の数を着実に増加させている。現在も続くロシア・ウクライナ戦争を見て、ウクライナは、自前の兵器の保有は薄くとも、西側諸国が援助を続けている形であるため、一部には、自前で兵器を保有せずとも、いざとなれば、日本も、同様の手法を取れば良いのではとの声も聞かれる。ただし、こうした主張が成立し得ないのは、まず、日本の周囲には、NATO のような西側諸国の組織体は存在していないこと、かつ、日本は、島国であり、有事の際に、海上封鎖を中国に行われた場合には、兵器どころか、食料や燃料の輸入も断たれることが、から明らかである。ウクライナのような大陸国で NATO 加盟国などの支援国と、直接の国境を接している、地理的な環境と、日本が置かれた環境とは、大きく、その点が異なっており、有事の際に、
次戦能力を維持するためには、自前の兵器の備蓄は大前提となる。その意味でも、今回の防衛費の総額の大幅な増加割にかなっており、アメリカ以外の国からの支援は期待できそうにもない日本にとっては、ウクライナのような借り物の兵器で戦いを行うような形は期待できないことを示している。そんな5年間の累計でおよそ43兆円まで積み上がった日本の防衛費だが、金額として従来の計画よりも絶対額としての増加が多い順に、その項目がどのような内容となっているのかを大まかに見ていきたいと思う。今回の防衛費の内訳の中で最も上積みされた項目は、各種の兵器の弾薬類や装備品の維持、メンテナンス、そして施設の強靭化についてであり、およそ6兆円が 2.5 倍増となる15兆円となっており、日本の次戦能力を高めることが目的である。陸海空の3自衛隊において長年問題点として指摘され続けてきた弾薬類の備蓄数の増加と、それらを保管する施設も増強し、かつその強靭化を目指すもので、地味な分野ながら最も金額的には投下が行われることが打ち出されている。ついで、3兆円から8兆円規模へと大幅な増額が行われるのが、領域を横断する作戦において必要とされる分野で、宇宙における新たな軍事通信用の衛星の保有や、サイバー戦を遂行可能な人員の確保とその育成などが含まれている。今のロシア・ウクライナ戦争においても、各種の報道の中に紛れて真偽や出どころの定かではない多数の情報が拡散されており、ロシア側、ウクライナ側双方が、自陣営のあり方を優位にするための工作が、広く実施されていると見られている。ロシア・ウクライナ戦争の初期には、この戦争が起こっていること自体をも、西側諸国による陰謀論に基づく捏造だと、強弁するような主張が、インターネット上に横行し、ロシアによる偽旗作戦を助長する一因ともなったことは、記憶に新しい。続いて多いのが、スタンドオフミサイルの整備に関する費用であり、これまでの2000億円から、実に5兆円にも増加させられており、敵の防空、対空迎撃ミサイル等の射程範囲外から、長距離ミサイルで攻撃することが施行されている。これらスタンドオフミサイルの代表例となっているのが、国産の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の、および、島嶼防衛用の高速滑空弾の開発、および、量産化であり、また、これらの配備までのつなぎには、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されている。最初に挙げた次戦能力の向上とも関連するが、こうした国産のスタンドオフミサイルの開発と量産化を図る意味は、いざという場合の有事を想定すれば、自前で兵器を増産できる技術と体制を持つことには、大きな意義があるだろう。反面、実際に演習等で実弾射撃を十分に行い、その性能を検証することが困難な日本の国産の兵器よりも、演習どころか、中東での実戦で戦果を上げ、その攻撃能力が証明されているトマホーク巡航ミサイルを保有する方が有効との声も一部からは聞こえてくる。このあたりの判断は実に悩ましい部分ではあるが、まずは実際に長距離攻撃を可能とする兵装の装備を急ぐという意味でも、トマホーク巡航ミサイルの調達は確実視されているので、国産ミサイルの開発の進捗との兼ね合いにはなるのだろう。個人的に注目をしているのは、絶対額としては1兆円と、これまでに挙げた項目よりも少ないが、従来費だと1000億円だったことからは10倍増となっている無人航空機関連の費用であり、今後の戦力としては外せない分野だ。
ここには、攻撃用途も含めた多目的な無人航空機の調達が施行されると同時に、イギリスやイタリアとの共同開発が確定した次期戦闘機に随伴させる無人航空機の開発もあり、この分野で、日本は、出遅れていた感もあるだけに注目したい。次期戦闘機に関しては、その名称は、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムであることが、昨年2022年12月に正式に発表されたが、この機体の設計等の費用としては、約7700万円が充当されることが盛り込まれている。今年度の2023年度単体で見た場合の防衛費は、6兆8219億円となっており、これは、額としても、無論、過去最多の金額を更新したが、対 GDP でも、ついに、1.19% に相当し、長年不分率とされた枠を超過したことも特筆すべきであろう。NATO 加盟国も、当面の軍事費の目標を、対 GDP 比で 2% に置く中、日本も、今回の防衛力整備計画の最終年度となる2027年度には、その水準に到達する見込みだが、この財源の確保に向けた増税が、国内政治的には、焦点となりそうだ。